皆さんこんにちは、リキューです。今回の動画はこれまでとは少し変わった内容でお届けします。最近チャットができる AI が話題になっています。そのサービスを使ってこちらのチャンネルでよく取り扱っていますオーディオビジュアル関連の話題を AI に聞いてみる、そんなシリーズを何本かお届けしたいと思います。第1回目としてはこれまでも何度かテーマとして取り上げてきました 8K のテレビについてなかなか普及しないという問題があります。その理由とか解決策を AI に尋ねてみました。果たしてどんな答えが得られたのかご覧いただければと思います。ご視聴の前にこちらの注意事項をご確認ください。まず内容に入る前に話題になっているチャットの AI、それがどんなものなのか簡単にご紹介したいと思います。チャット GPT と言われているサービスでして、こんなサイトです。 OpenAI という会社が開発しているサービスでして、昨年このチャット GPT という最新のモデルが公開されて話題となりました。メディアでも盛んに取り上げられていました。どんな報道があったのかいくつかピックアップしてご紹介したいと思います。まず昨年の12月1日このくらいから報道が始まりました。そして12月の6日にはこのチャット GPT から得られる回答というのが不正確なものもあるということで、一部のウェブサイトではこれの利用を禁止する、そういう対応も取られ始めました。なんですけれども大人気になりまして、公開から6日で利用者が100万ユーザーを突破しました。そしてアカデミックの領域ですね、大学もこのサービスに注目していまして、どんな利用方法があるのかそれを探るような報道です。 Google も影響を受けて AI の開発に関する方針を転換すると、チャット GPT の対抗サービスを開発する、そういう報道もなされました。そして年が明けて1月、アメリカのニューヨークですね、学生がこのチャット GPT を使ってレポートを書く、そういう問題が発覚しまして、学校での使用が禁止されたと。そしてこのチャット GPT というサービス、今無料で使えるバージョンが出ているんですが、たくさんの人が一気に使い始めているので非常に重くなっています。まあそれの対策なんでしょうかね。優先的に使える有料版も検討されているようです。そして OpenAI に出資しているマイクロソフト、自社の全製品にこの AI を搭載していく、そういう報道が出始めています。先ほどの学生のレポートの問題、チャット GPT で作られたかどうか判定するのはなかなか難しいようです。 Google についても追加の情報が出ていました。創業者2人にコンタクトを取っているようです。そしてマイクロソフト、最新のニュースでは 1.3 兆円もの巨額の資金を投じる、そういう報道が出ています。そしてまたレポート問題では、チャット GPT を使って作られたかどうかを判定するサービス、そういう周辺サービスも賑わい始めています。こんな感じでわずか1ヶ月ぐらいしか経っていないんですが、お祭りのような大騒ぎになっています。今回この企画思いついたのはなぜかなんですが、チャット GPT の学習データ、何を使っているかというと、ウェブサイトにあるデータを使っています。全世界には無数のウェブサイトが存在しています。それをコモンクロールという団体がデータを収集しているんですね。45TB もの巨大なデータベースを一般に公開しています。このデータを活用して学習データが作られています。クオリティの低いページの情報を省いたりして、570GB 分のテキストデータとして学習に活用しています。つまりこのチャット GPT という AI はウェブ上にある情報が知識のベースになっているわけです。一番最もらしいのは何か、そういう感じで AI は答えを作っていくことになりますので、言ってしまえばネット上での多数決として回答が生成される、そんなイメージになるのかなと思いました。ですのであるお題に対してネットではどういう意見が多いのか、それを簡単に調べられる、そういうサービスになっています。というわけで今回のお題ですが、冒頭でもお話した通り、なぜ 8K テレビは普及しないのか、これについて AI を使って回答を調べてみました。こちらがチャット GPT のウェブサイトです。この下のテキストボックスに質問を入れることで回答が返ってきます。まず最初の質問は、なぜ 8K テレビは普及しないのか、このメインテーマを質問してみました。そうするとこのように回答が出力されていきます。意外と時間がかかります。ですのでここは早送りします。そうするとこのような回答が返ってきました。 8K テレビが普及しないのは価格が高いから、それからコンテンツが少ないこと、まあ、それ以外も細かい理由が書いていますが、主にこの2つかなと思います。ですのでもう少し掘り下げて質問してみます。2つ目の質問は、価格が高いから売れない、じゃあなぜ 8K テレビは価格が高いのか、それも質問してみました。回答はこの通り、
まず 8K テレビは部品とか技術が高いと、おそらく 4K テレビと比較してということだと思いますが、高い解像度を実現するためにお金がかかるということと、もう一つ理由としては市場にすでに存在している 4K テレビが十分安いので競争力がない、なので高くなってしまっている、そんなちょっと微妙なロジックの回答が返ってきています。もう一回掘り下げてみましょう。部品や技術が高い、それはどうしてと聞いてみました。回答はこの通り。 8K の解像度のピクセル数が多いということで、その高解像度のパネルがまず高いということと、それを処理するためのチップセットやプロセッサーも高性能になって高くなる。そしてそれらはまだ一般には普及していないので生産量が少なくて高い。さらに 8K テレビは、ハイエンド品ということで、スピーカーとか音響システムもこだわったものを搭載する必要があると。それもコストとして高くなってしまう理由。そんな感じの回答になっています。これはかなり優秀な回答かなって思いました。ここまでで感じたこととしては、まずふわっとした質問に対する回答は、やっぱりふわっとした感じで返ってきます。なのでかなり表層的な回答が返ってくる。そんな印象です。そして、この最後の質問のように、どんどん掘り下げていくと、回答もかなり深いところから返ってくる。専門的な分野まである程度はカバーしてくれる。そんな感じになってました。ここまでは理由を聞くような内容だったんですが、少し変えて、その高い 8K テレビ、価格を下げるにはどうすればいいのか、みたいな解決策を聞いてみました。回答はこちらです。高い理由となっていた部品、生産量を増やす。そして 8K テレビのマーケットの競争を活性化させる。価格競争を起こす。そういうことですね。あとは技術開発を進めてコストダウンを図る。そして最後が 8K コンテンツの普及。それによってテレビが売れて価格が安くなってくる。こんな感じの回答なんですが、これはちょっといまいちな回答じゃないですかね。もともと 8K テレビが普及しないことを掘り下げていったんですが、その解決策として 8K テレビを普及させることみたいな回答が返ってきてるわけです。それができたら苦労しないよみたいな回答ですよね。結局まだウェブ上に解決策を載せているようなサイトがない。我々もまだ解決策を見つけられていない。なので AI としてもそういうような回答になってしまっている。そんな感じなのかなと思います。次にもう一つの理由、 8K コンテンツが少ないこと、それについても掘り下げてみました。回答がこちらです。一つ目が機材が高い。二つ目が放送局が少ない。三つ目がそのスキルセットを持った人材が少ない。そして4番目が 8K テレビが普及していない。5番目の販売価格が高いっていうのは理由になってないような気もします。そして最後のネットワーク待機。この回答は意外と専門的というか深めの回答が返ってきたなという印象です。こんな理由を書いているウェブサイトがネット上のどこかにある。そういうことだと思います。最後に結論として、じゃあどうすれば 8K テレビが普及するのか、それについても聞いてみました。回答はこちら。この回答はAI の限界を感じる、そんな内容になってます。まず、1番目の価格の下落ですが、これなかなか難しいですよね。8K テレビが普及すれば価格は下落すると思うんですが、普及させるために価格を下落させる。これなかなか矛盾した回答かなって思いますし、2番目のコンテンツの普及。これは先ほどのコンテンツはどうしたら増えるのかという設問に対して、テレビが普及すれば増える。そういう回答が返ってきていますので、これ結局どっちが先かという話に落ち着くと思うんですが、AI からの回答もそのパラドックスになってしまっている。そんな感じです。というわけで、それについても聞いてみました。テレビの普及が先なのか、コンテンツの普及が先なのか、一体どっちが正しいのか、それについて聞いてみると、ご覧のような回答が返ってきました。これは回答にはなっていませんが、結局人間に聞いたとしても同じような答えが返ってくる。おそらくウェブサイトにそういうことが書いてあるページが多かったんだと思います。AI は正しく、この鶏と卵の問題、そういう複雑な状況にも対応できている。そこがこの新しいサービスのポイントなのかなと思いました。一番最後にこれも聞いてみました。テレビが先か、コンテンツが先か、どっちもお互いが先に行けみたいな感じになっている。それが 8K テレビの普及を阻害していると、そういう結論が出てると思うんですが、一方で 4K テレビはそういうどっちが先かって言い争う前に普及が進んでいました。 4K はうまくいったのになぜ 8K はうまくいかないのか、
これについても聞いてみました。回答がこちらです。最初の2つの回答は意外といい感じなのかなって思います。 8K は 4K より解像度が高い、ピクセル数が多い、その物理的な問題が一つあるということですね。それから 8K テレビは 4K テレビと比較して、まあピクセル数が多いこともありますが、画面サイズがどうしても大きくなってしまう、それも一因になっていると、そういう回答が返ってきました。この最後の回答は意外となるほどなという回答が返ってきています。こんな感じで今回は 8K テレビが普及しない理由を AI に聞いてみました。最後にまとめとコメントです。まず AI からの回答ですが、 8K テレビが普及しない理由、大きく2つ提示されました。1つ目が価格が高いこと、2つ目がコンテンツが少ないことです。まあこれは誰しもが思いつく、そういう回答かなって思います。なのでもう少し掘り下げて聞いてみました。価格が高い理由はなぜか、それについての回答は、 8K は 4K より高い技術が必要である、その高い技術、流通量が少ないのでどうしても高くなる、そういう理由が返ってきました。同じようにコンテンツが少ない理由も聞いてみたところ、価格が高いことと同じですが、機材の価格も高いので制作コストが高くなってしまう、そしてもともとテレビが普及していないのでコンテンツもあまり作られない、そういう理由が返ってきました。この時点で鶏が先か卵が先か、そういう状況になっています。それぞれどうしたら解決できるのか聞いてみたところ、一応解決策は提示してくれます。なんですが、その解決策の中に、もともとの課題であったテレビの普及させる、それが策として含まれてしまっているんですね。その辺は人間の場合はそういうことはないと思いますし、仮に入れるにしても断りを一言添えてくる感じになるんじゃないのかなって思いますので、この辺で AI の限界も感じられました。ただそういう状況だよねってのを AI に確認すると、それについては正しく、まあ、理解という感じではないと思いますので、正しく処理ができていました。人間に聞いたって答えが返ってこないわけですから、当然世界のウェブサイト上にも正解は載っていないことになりますから、それ相応の答えが返ってきている、そんな感じになってました。一方で最後の質問、 4K はうまくいったのに 8K がうまくいかないのはなぜか、そういうすごいマニアックな質問になると、ふわっとした質問よりも回答の正確性が上がる、そんな感じもしました。学習に使うデータが多ければ多いほど、その平均値みたいになっていくのかなって思いますので、回答がふわっとしてくるのはしょうがないのかなと思います。というわけで今回は、今流行の AI によるチャットサービスを使いまして、オーディオビジュアル関連の質問をしてみるという企画でした。1回目として 8K テレビがなぜ普及しないのか、それを AI に聞いてみるという内容でした。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。